おはようございます。あ、寝るんだと思うから。おやすみ。おやす。最悪な始まり方。もう正気か。ミササギ元気か。ミササギ、おいおい、ミササギ拒否するな。おい、あれ、ちょっと待って、できないんだけど。あ、嫌い、俺のこと嫌いになったか。ミササギ、なんか中途半端じゃない育ち方が。なんかなあ、おい、働いてるか、働いてる、うん、はあ、君らもしかして、え、なんかお前働かねえな、なんでだ。なんか中途半端に水あげるの難しいな。これちゃんとあげてる？まあ、チェックするぞ。うまくいくといいけど。あげてるじゃねえか。お水だよ。いいな、お前ら。なんでじゃあ種から育ってねえやつがいるんだ。あげてるじゃねえか。なんだ。ならよし。もう小獣とのごとく今チェックしたからな。補充とチェック、よし。お、テルイン。お、探偵、ルート分岐か。いや、用があるのはあんただ。ほう、何ですか。俺の仕事を手伝ってくれないかと思ってさ。決まりになったこと見越されてんじゃん。休みなんですけど今。そういうこと。はいはい。シードを離れていろいろ考えることにしたらしいが、何もしないのも退屈だろ。なんかお前ボイス量多くね。すごいですね。探偵ってのは耳がいいもんだ。それに小さな町は情報の足が速い。本当だよ。これ辞めた瞬間にみんなに振り回ったからな。休みなのか辞めるのか分かんないけど。まあ、その気になったら事務所に顔を出してくれ。いや、行きます。もう僕今日マジすることないんで、あと寝るしかないんで行きます。僕、あ、ちょっと待って、ルーシーが転倒しようよ。待て、ルーシー。おい、ルーシー、待て。おい、待て、ルーシー、お前、早くないか歩くの。待て。おい、ちょっと待て。ルーシー、ルーシー、ルー、え、あ、行ってる、行ってる、行ってる。おい、道芸にやっぱ出勤してんじゃないか。ちょっと待って、止まれ、止まれ。お、そうなんだ。あ、そうっすよ。あれ、よし、じゃ俺が先に入る。これで、よし。これ、これでどうなるかだよ。お、いいね。あ、こうすると出勤させることができるな。いや、出勤させてどうする。ミササギさんを育てるな。やっぱこれで出勤させることが可能になるんだな。え？何これ、彼女は？何これ？え、何今の？あ、うん。これ普通に友達としての距離かな。彼氏彼女かな。ここ大盛況だな、今日。大事にしてるよって何？これやっぱ彼氏になってね。あれ？付き合ってる？君、別の次元にいる？いや、歩いたわ。死ぬほど歩いたわ。あ、お仕事？なんか、付き合ってることになってるんですけど。いや、そうだった。お前、風花ちゃん付き合ってたわ。ルーシー。うわ、やってる。こんな雨の中。あ、うん。変。いや、確かに、怪奇現象起こしてんだよな。うん。便利。おお。見事に、ね、それであんなことになってたの。安定じゃん。追力高い。呪いというか、古代王権呪い。怖っ。
なんか光ってるけど。ん？え？取られた。これに取られた？早っ。間違った。誰？シモンさんだった。それに鏡を取られて東の方に。ほう。鏡のことか。あ。いっぱいあったからって。いや、とんでもな。一個いくらで売れるんだ、これ。怖っ。やば。困りますね、とか売れるじゃねえ。そんなことないだろう。だろうな。寂しいっつってたもんな。下野さん、まっとうに親やってんな。やっぱ本音しか喋れないのやばいよな。悟られみたいなもんじゃ。網どうなったかな。ああ。そうか。雲の中に入れて、トリングを大変するんだな。この雨の中、滑るぜ。しゃあない。僕は代わりに登ろう。任せてくれ。平気平気。ヘビに体当たりしても死なねえしな。ドラゴンに体当たりされても死なねえし。もう痛いこと慣れっこだぜ。鳥が戻ってこないか。どんだけでけえんだよ。てか戻ってきたらどうすんの？殺すの？ああ、いつも。お前のルーシーの判断基準はそこか？なるほど。ミニゲーム始まりそうだな。カクテルで始まるわけないか。木登りの達人。もう安心。あ、落ちる。あ、違ったわ。鳥だった。鳥が戻ってきた。あ。落ちたか？どっちだ？あ、落ちた。鏡が。これは鏡に覗き込んだよ。腰を打ったとき。やっぱ頑丈だな。優しい。いやもうこんなん R と X をしてヒール打つだけだから。平気平気。距離近い。さすがの医者の娘だな。ジュリアン君。これひなちゃんに付き合った傷だろ。今は別にしたくないのか。ああ、言ってたね。なんか、これ、すごい、あれだな。依存体質感あるな。めっちゃなんか、キモ男にかかりそう。めっちゃダメ男にかかりそうな系あるよな、ルーシー。謝ってる。いやもう全然気にしてないだろ。てかひどい態度取ったのまず最初のムービーだけだろ。めちゃくちゃ気にしてる。いや多分1日ぐらいだったよ。あー悩むな。下選んどくか。突き込んでいくか。いや下だな。俺の欲望が下だと言って。アレス君攻略を攻略すごいな。こうやって自分が痛い思いしても私を助けてくれたり、お覚えそう。忙しいのに勝負に乗ってくれたり、くだらない話も真剣に聞いてくれる。アレス君？これ、告白されたぞ今。
あれ？顔が赤い。おい。おい、バカ。おい、アレス君。カメラをいじらせろ。クソ顔じゃん。ちょっと待て、おい。うん。本音映し出す。え？ああ、そういうことね。俺の軽眼は見逃さなかったんだ。本当にそう。でもほら。アリス君？追い詰めるのやめな。精神攻撃じゃん、それ。ああ、やめろよ。え、何これ？あれ？嘘？付き合うことになるの？これ。あ、やった！偉いぞ、アリス君。報酬をあげるわ。そうか。多分大切な存在完全に告られてたけどな。道具さん、戻したらどうなるんだろうな。おお、ちょっと絵じゃないわ。おい、鈍感系主人公やめろ。いや、てか待て。さっきの本音の方の時点で分かりきってるだろ。おい、アレス君。ちょっと？勝負になった。めっちゃ元気になったじゃん。よかったな。雨ということを忘れていたな。置いてかれた。ラインハルトさーん。超難説なるラインハルトさーん。しかし、これは。台本守れ。逆じゃねえか。困窮してんの？例えばなんか鏡の時にも言ってたな。あの格安素材を集めてなんか料理頑張って作ってましたみたいな謎の告白してたな。そうなんですか？何してんだ？ここ野菜ろくなもん売ってねえだろ。株ぐらいしか売ってねえぞ。どっちが安いかだろ。お前ルーシーの鏡にネタバレされてるぞ、それ。畑持ち。4つぐらいあるんですよ。見に行きますか。え？そうっすか。はい。何ですか？新鮮で美味しそうな野菜を一つ選んでほしい。ガチの目利きじゃん。何してんのこれ。天使の前でそれ言うことか。何でもいい。あ、何でもいいんだ。あ、これもしかしてさ、ラインハルトさん今から料理上手になってくる。あの、時系列があるかもしれない、イベントにこれ。あ、そうか、マジで時系列あるかもしれない。あれじゃん、アレス君の好きな野菜選ぶことになりそう。なるほど。何これ、新鮮そうだったか。おう、はい、美味しいはず。そうか、これをいただきたい。ビタミン C ぐらいしか入ってないぞ。なんだっけ、キュウリだっけ、食べた時のカロリーと、あれがマイナスなの。食ったカロリーと消費するカロリーがマイナスになるのが確かキュウリだね。ほぼ水分だから。まあ、塩ずするが、あ、の前に、依頼達成しよう。あ、それやりに行こうかな。食べるしかないんだよ。シードタインじゃないんですけど、メイキング権利ありますかね？あるわ。やったぞ。よし、新型リックだな。メイキング入ります。入りまーす。あざっす。仕事しに行きました。はい。
おお。なんか珍しいの、このイベントの始まり方。はあ。あ、そうなんだ。あー、まあ確かにな、あのルー消失事件は相当な、全員、あの、シード隊員二人とも出てたからな。スカーレスさんとアレス君二人が。君、そうか。やれやれ。苦労してんな。いや、セシル君さ、多分入ってくる依頼だけやってたらマジで、めちゃくちゃ有能そうなのにな。村雲さんの事件もいち早く見つけたし。おお。ねえねえ。いました。シードのお手伝い平然とやめたな、こいつ。そうか。いやいや。テリーさんだけどねえだろ。筋肉でな。剣とスラムで解決してきたぜ。おう。何より正確な情報収集を心がけるべし。だよね。ボイス好きなんだ。レッスン1じゃん。ああ。なぜ不機嫌になった。ああ、調子狂わされてるじゃん。あ、そう、さっき一個終わらせてきたんですけど、なんか内容共通ですよね。こんなところか。シードマンドの代用とかないですか。頼むぞ。はい。指名手配が、のさばってるんですけど。あと、あれないとクリスタル集められないんですけど、ちょっと代用品ないっすか。アッシャーとか残るって、それあれじゃん。犯罪者側の理論じゃん。あれ？でも逆じゃん？あ、いや、そうか。あ、そうだ、この人雑貨屋だったわ。あれじゃん、テリーさんの事務所に来た理由、テリーさんが原因じゃん。それじゃ、筋肉探偵のアレス君が頑張りますか。剣とスラムで華麗に解決。ああ、汗薬ねえっつってんだろ。やっぱ歌が一番ワンチャンあると思うんだけどね。もうちょうどやろうな。ほらほらね、こういうこと。グリフィスみたいな名前だな。グリフィスにするか。それじゃ、いくよ。危ない、暴れるな。よく考えたらさ、仲間モンスターに乗れたのさ、この何、採取可能なモンスター仲間にしてこいだのさ、なんだこの、セシル君の同レベルじゃねえかこれ。これもだよ。